人の方多いですね、ジョニー・エイさんです。てっちゃん、てっちゃんマイク どれを外せばいいの、これ、これを外して、これで、はい、あ、いいですか、はい、すみません、あの人間こんだけ使っちゃってますけども、あの私もですね、昨年あの豊洲の駅使ってたんですよ。だからあの豊洲を避難してんじゃないんですよ。あそこはね、豊洲から相当離れて、あんなとこ豊洲じゃないと私は思ってます。ということで、そんな歌です。ベンゼンがボーンと出てきたんで、こんな状態、毒ガスが出てるって状態ですから、そういう歌を、ベンゼンボンという歌を歌いたいと思います。たくさんの人が暮らすあの素敵な街ではなく、豊洲駅からかなり離れた、誰も住んでいない不気味なところ。ベンゼンボン、東京ガスの工場跡地、しらばくれ。入っちゃって、もう一回いきます。ベンゼンボン、液状化で毒ガス癖、ケツ癖、肘より放射線量高い、移転したくない、マグロ、ヒラメ、サバ、ベンゼンボン、移転先は毒ガス癖、ケツ癖、ベンゼンボン、なんとよっす、ウィーツキッチン、ベンゼンボン、なんとよっす、ウイスキーチップ、スルブブレイ、皆さんもご一緒に、ベンゼンボン、なんとよっす、ウイスキーチップ、スルブブレイ、ありがとうございました。